よく来たな、四季君。これを見ているのは大晦日か、あるいはお正月か。しかし、おとそ気分で観戦への学びの気持ちを忘れるようなことは、この三笠、決して許しはせぬ。令和元年は観戦に終わり、令和2年は観戦で始まる。それでこそ、この三笠に学ぶ四季感の誉れというもの。大海原に刻まれる青き功績に果てはないのであるからな。さて、今回は海軍史において一二を争う主君艦、空母、エンタープライズの続きであるな。天の光はすべて星、海の光はすべて敵。前回はエンタープライズに至る空母の機能と歴史について説明した。今回はいよいよエンタープライズをはじめとする姉妹たちの戦いの話となるぞ。三笠大先輩と学ぶ世界の艦船。早速本題に入ろう。今回も盛りだくさんである。エンタープライズの戦いは1941年12月7日より始まる。アメリカ太平洋艦隊の壊滅を狙った日本海軍の真珠湾奇襲攻撃は大成功を収めた。しかし本命の空母は全て真珠湾を出払っており、エンタープライズは難を逃れることができた。こうして太平洋戦争が始まったが、戦艦部隊が壊滅した結果、アメリカ海軍が投入できるのは空母だけとなった。この時海軍には7隻の空母がいた。しかしドイツとも戦争となったので、全て太平洋に配備するわけにはいかない。そこで海軍は空母による一撃離脱の機動襲撃作戦に踏み切った。日本軍の弱いところを繰り返し突き、作戦の日程を狂わせて時間稼ぎをする。戦火拡張に前のめりになっている相手には効果的な作戦であるな。1942年1月下旬、ヨークタウンとエンタープライズはそれぞれ日本軍の最前線、ギルバート、マーシャル諸島を攻撃した。敵の反撃でエンタープライズに資金弾が落ち、ヒヤリとした瞬間もあったが、予想より早い敵の反撃、そして空母の厄介さに日本海軍は頭を抱えることとなった。勇猛果敢で知られるハルゼー提督が率いるエンタープライズは、2月には日本軍に占領されたウェーク島を、さらに3月には日本領の南鳥島を攻撃した。だが極めつきは4月の作戦だろう。アメリカ軍は陸軍航空隊の双発爆撃機を空母から発進させて日本本土を空襲する作戦を実施した。一撃離脱攻撃の効果を政治レベルで影響力を発揮する作戦にまで応用した、実に思い切ったプランである。作戦指揮官にちなんでドーリットル空襲と名付けられた作戦には、初陣となる空母ホーネットが投入された。そして16機の B-25 爆撃機を搭載したホーネットをエンタープライズが護衛したのだ。一方ヨークタウンはレキシントンと組んでニューギニア方面の日本軍と対峙していた。日本軍の狙いはアメリカと同盟国のオーストラリアの分断にあるので、何としても阻止しなければならない。ニューギニアは米豪分断の重要な鍵。そのニューギニアの要衝ポートモレスビーをめぐる戦いの最中に発生したのが珊瑚海海戦である。後がないアメリカ軍は劣勢を承知でヨークタウンとレキシントン2隻の空母を投入した。対する日本は空母昇格と随格からなる第5航空戦隊を投入。ここに世界初の空母機動部隊同士の海戦が勃発した。戦いはどちらも錯誤と失敗、そして偶然の連続が積み重なる展開となった。その中でレキシントンに魚雷2本が命中、火災が止められなくなり自沈処分とされた。またヨークタウンも爆弾1発が命中し、ボイラー室まで届く損傷を受けたが、かろうじて退避できた。海戦自体は日本の勝利であったが、
ポートモレスビー攻略は断念されたため、戦略的にはアメリカの勝利であった。この間の動きは実に目まぐるしい。日本空襲から帰還したホーネットとエンタープライズはそのまま第16任務部隊を編成して真珠湾に進出した。日本軍がミッドウェイ島攻略のため当時世界最強と謳われた南雲機動部隊を出撃させたことを掴んだのだ。空母の数では4対2、練度でも劣勢。しかしアメリカ海軍は損傷したヨークタウンを突貫工事で修理し、これを投入。三姉妹が揃い踏み、艦載機の数も互角となった。機動部隊同士の海戦は先に敵を発見した方が圧倒的に有利になる。しかも南雲機動部隊はエンタープライズなどを心配する一方で、ミッドウェイ島の基地航空隊を撃破するという2つの任務を負わされていた。加えて先手を取ったのはアメリカであった。6月5日早朝、アメリカ空母3隻から発進した攻撃隊は、敵の艦載機が陸上攻撃用兵器から魚雷に換装中で無防備となっていた瞬間を強襲。日本の空母赤城、加賀、蒼龍に相次いで爆弾を命中させた。艦載機で埋め尽くされた3隻の空母は瞬く間に大炎上。しかし日本側も生き残った飛龍から2波の攻撃隊が発進し、ヨークタウンに爆弾4発、魚雷2本を命中させた。しかしその飛龍もまたアメリカ艦隊の急降下爆撃で大破炎上する。このミッドウェイ海戦でアメリカはヨークタウンを失ったが、日本空母4隻全てを沈める大勝利となった。太平洋戦争における重要な転換点となったのだな。だが戦争はまだ序盤に過ぎない。ミッドウェイ海戦から間もなくガダルカナル島の攻防戦が始まる。この頃訓練もそこそこに2つの大作戦に駆り出されていたホーネットは改めて再訓練のためハワイに下げられていた。だがガ島の戦いでも空母は不可欠であった。この島をめぐる最初の機動部隊の戦いとして第二次ソロモン海戦が発生する。アメリカは空母龍城を撃沈したが、逆に小角随角の攻撃によってエンタープライズに3発もの爆弾が命中した。しかしわずか1時間で鎮火に成功すると、応急修理で航空隊の収容までできるようになった。これまでの戦訓を生かし乗員のダメージコントロール法が確立しつつあったこと、そして防御強化策など全てが有効に働いた結果であるな。だがさすがに損害が大きく、戦い詰めだったエンタープライズも修理のため長期離脱を強いられることとなった。ところがアメリカ海軍はさらなる危機に見舞われる。海戦から1週間後、空母サラトガが潜水艦の待ち伏せで大破。さらに9月15日には空母ワスプがI-19に撃沈されたのだ。結果動ける空母はホーネットただ1隻になってしまい、アメリカ海軍はエンタープライズを応急修理だけで前線に投入せざるを得なくなった。この2隻を見舞ったのが10月、同じくガ島周辺で起こった南太平洋海戦だ。輸送船の被害を減らすため、ガ島のアメリカ軍飛行場を何としても無力化したい日本軍は再び機動部隊を送り込んできた。海戦は両艦隊がほぼ同時に敵を発見、互いの攻撃隊がすれ違うほど緊迫した戦いとなった。ホーネットの攻撃隊に続きエンタープライズから第二次攻撃隊が発進、さらにこれを追うようにホーネットから第三次攻撃隊が発進した。まずエンタープライズの急降下爆撃機が空母瑞鳳に250キロ爆弾を命中させて離脱に追い込んだ。さらに日本軍本体の昇格に対して爆弾4発を命中させ、これも大破させた。どうも日本軍もホーネットに爆弾6発、魚雷2本、さらにエンタープライズにも爆弾3発を命中させていた。
今回の日本軍は必要だった。無事な空母瑞鶴と巡洋から第二次攻撃隊を送り出し、航行不能状態のホーネットにとどめを刺したのだ。この結果、太平洋に存在するアメリカ空母は損傷したエンタープライズとサラトガだけとなってしまったのである。だが海戦に勝利した日本海軍も90機以上の空母艦載機と搭乗員を失い、再建まで多大な時間が必要となった。つまり両軍とも海戦から1年のうちに手持ちの空母とその航空隊を消耗し尽くしていたのだな。空母とは威力絶大な攻撃力を持つ反面、自らの消耗も激しい艦船であることが実戦で明らかになったのだ。激戦の中で姉妹艦2隻は南太平洋に姿を消し、エンタープライズもまた満身創痍となったのである。だがエンタープライズに休息は許されなかった。真珠湾には帰らず、ニューカレドニアで応急修理を受けただけで再びガトーに出撃、第3次ソロモン海戦に参加した。エレベーターの故障に加え、飛行甲板は波打っていて着艦ができず、艦内の隔壁はあちこちが破損しており、魚雷を1本受けただけでも致命傷となってしまう痛々しい姿。それでも彼女は支援を続け、戦艦比叡を撃沈に追い込むきっかけを作ったのであった。エンタープライズは南太平洋海戦以来半年以上もソロモン諸島にとどまったことになるな。真珠湾のドックに入ったのは1943年5月のことであった。この際エンタープライズは対水雷バルジの増設など徹底的な改修工事を受けた。その中には熱帯の洋上作戦では欠かせない新型アイスクリーム製造機の導入もあった。これは恐るべき戦力増強であるな。この間アメリカ海軍では大きな変化があった。ヨークタウン級の後継となる待望の新型エセックス級航空母艦の収益が始まっていたのだ。エンタープライズからは乗員の半数以上が引き抜かれて、これら新型空母へ移動となった。エンタープライズにとっては寂しいことであるが、彼らが1年以上積み重ねてきた戦闘の経験と記憶が新生機動部隊の戦力を大きく底上げしたのであるな。だがエンタープライズの役目はまだ終わらない。激戦を戦い抜き、敵主力艦隊の猛攻を食い止める原動力となった主君艦は、空母任務軍の機関として新型空母たちの先頭に立ったのだ。マキン攻略、クェゼリン攻略、トラック島空襲、ヤルート艦礁空襲、パラオ空襲、ニューギニア攻略、マリアナ沖海戦、小笠原空襲、ペリリュー島攻略、沖縄台湾空襲、レイテ攻略支援とレイテ沖海戦、日本本土空襲、伊王島攻略、沖縄攻略。修理の後エンタープライズが参加した主な作戦だけ挙げてもこれほどの数になる。結果エンタープライズは20個ものバトルスターを授与された空前絶後の船となった。だが古豪エンタープライズの戦いの終わりは意外な形でやってきた。1945年5月14日沖縄戦の防空支援の最中、第58任務部隊の機関を務めていたエンタープライズはかねてから激しさを増していた日本海軍航空隊の体当たり攻撃に直面した。そして巧みに雲間をついて接近した一機の冷戦に体当たりを許してしまったのだ。全部エレベーターに衝突した衝撃で深刻な浸水が生じ、艦首は2メートルも沈み込んだ。火災は即座に消し止められたが、もう彼女に戦う力は残されていなかった。そしてピュージェットサウンドのドックで修理を受けている最中に祖国の勝利を知ったのである。修理を終えたエンタープライズは復員業務に携わったが、もう最前線に立つことはできず、1947年に除籍となった。彼女を指揮して日本軍と戦い、
いくつもの勝利を飾ったハルゼイ提督は彼女を記念館として残そうと奔走した。しかし資金は集まらなかった。東西冷戦が迫り、それどころではなかったのだな。しかしエンタープライズの名はその愛称ビッグイーとともに世界初の原子力空母に引き継がれたのだ。そしてさらにその名はアメリカ海軍新鋭空母ジェラルド・アール・フォード級に引き継がれることが確実視されている。今後アメリカ海軍が存在し続ける限り、その名は永遠に刻まれることになるだろう。いかがであったかな、指揮官。祖国の盾となって敵を破り、そして戦争の終わりとともに姿を消したエンタープライズとその姉妹たち。今後の海軍の歴史の中でエンタープライズほどの活躍をする艦船が出てくるとは正直考えにくい。軍艦としていかに生きればこれほどの誉れを得られるのだろうか。我も彼女の戦歴には頭を垂れるほかない、そんな気持ちである。さてつい力が入ってしまったが、今回の講義はここまでとしよう。おとそ気分で艦船の学びを忘れたりはせぬようにな。今回も美麗な 3D モデルを提供してくれたワールド・オブ・ウォーシップスのご協力に感謝する。ワールド・オブ・ウォーシップス、そしてもちろんアズール・レーンを未体験なら、これを機にぜひ遊んでほしい。では次回の講座も楽しみにしておくとよいぞ。そしてもう一つ、まだ済ませていないなら次回の講座を決して見逃さぬよう、下のチャンネル登録ボタンを押すのだぞ。